どうもーえー、2018年7月28日、22時49分、あとちょっとライブですね、今日動画ラッシュっていうか、まああのね、今、あの、今日、熟成さんからの声が最終日で、めちゃめちゃ来てて、いろいろ提案はワンやななんですけども、まあ、他の動画も僕いっぱいありますんでね、頑張りますということで、これもパワッと終わらせたいと思います。まあ、今回、見栄えが悪いんでね、まだ。 はいえー、こちらですね、メインの今まで一番最初に作ったアカウントですね、えー、こちら484円です、今月の収入4万5555円ということでございますね、これ単価、途中で下げられたやつですね、はいえー、今度こちら。 こちらも単価が途中で下げられました、えー、7月26日で単価が下がりまして、えー、今今月の収益が10万479円ということで、えー、358円とただ昨日ですね、まあ、も,うもうこの単価が下げられたやつはちょっと動画の方アップしないでどれぐらい収益上がるのかなっていうところを見てみたいんでこれも昨日動画アップしてないです、えー、こちらも動画アップしてないですだから動画一本もアップせずに まあ過去動画かから収益いってるのかなというとうころですねで続きまして、こっちが0.2円アカウントですね。ただバズってないんで、2188円ということで、ちょっとユニバ君がすごい泣いてるな。はい。まあ、うん。ちょっときついかなって。単価は高いんですけど、まあ、バズってないんで、全然バズってないんで、きついかなというところです。で、こちらですね。新しいアカウント。はいえー、こちら、3円ということですね。まあ、あのー、 この0.2円アカウント、今これ0.2円アカウントあるんですけど、これもあか作ってから3日後ぐらいに0.2円になったんですよね。だこれもちょっと様子見て、まだ0.2円じゃないんですけど、ちょっと様子見てえ検証していきたいと思います。はい、ではですね、えー、今日はこれで終わりたいと思います。まあ、今月は15万、すみません、20万いかないかな、今月、15万ぐらい着地かなと。まあとはこれが0.2円になってバズれば。 ままあまあそれプラスアルファですねもう正直その単価が下がってるやつはこの収益がまあ数百円しか、まあ、バズらせても1000円とかね多分そこあたりなので、うんまあ、この新しいアカウントが0.2円になることを期待して、まあ、ちょっと運用していこうかなと思いますでは終わりますご視聴ありがとうございました